クモン、イクモンで有名な、クモン式なんですけど、今日はですね、クモン式問題について、語っていきたいと思います。あんなつまんねえことをですね、いやいややらせる親なんかマジで最悪だと思います。クモン式の問題点について、私なりの見解を述べたいと思っております。僕はですね、実はずっと小学校、公立の小学校通ってたんですけれども、ずっとテストの点はほぼ満点でですね、一番早く何の問題でもですね、他のクラスメートには負けずに解いてたんですけど、唯一ですね、小学校3年生の時に出てきた筆算ですね。筆算の問題でですね、解くスピードで負けてしまってですね、ちょっと悔しくて、なんでだと。なんで俺は負けるんだということで、2、3人の生徒だけに負けたんですけど、圧倒的にそいつらだけ早くて、なんじゃそれはって聞いたらですね、クモン式の塾に通ってるということで、見に行きました。そしたらひたすらですね、その筆算のドリルを解いてるわけですよ。その早く解くためのテクニックを教えるという、誰でもですね、早くその計算ができるようになるっていうテクニックを教える塾だったわけです。テスト問題解いて瞬間に、あ、これ反復練習したらそれは早くなるわということで、別に何も本質的な、その頭の良さとか関係ないってことが分かったんで、別に入学もせずにですね、クモン式の簡単なメソッドだけ覚えてですね、筆算やったら全然勝てたんで、あ、もういいやってことでクモン式忘れてしまったんですけれども、クモン式なんかやる必要ねえよっていうような話をしました。これはまあどういうことかっていうと、つまりですね、その例えばクラスでですね、テストの点を良くするとか、なんか入試の計算スピードを速くするとかですね、そういうことには当然役に立つんですけど、そんなのもう必要ないじゃないですか。そもそも計算機があると、パソコンがあると、コンピューターがあると、スマホがあると、そんな時代にですね、自分で、計算を速くする必要なんか絶対ないわけですよね。でそれによってなんか自分は中途半端にですね、勉強ができる気になって、勉強が好きになって、頭悪いのに勉強頑張っちゃって、全然結果が出ないっていうことにもなりかねない。なんで俺は苦悶式でこんな頑張ってんのに、ダメなんだと。いや、それはだって本質的な、勉強のやり方を ですね、工夫できる頭を持つとか、そういうことに対して訓練をしてるだけではなく、なのではなくてですね、これ単にテクニックを教えてるだけなんで、まあ早く走るテクニックを教えてるようなもんですよね。でもその理論が分かってないと、あるいはその早く走るための理論を考えられるような子供でないと、これからですね、社会が変革してる時代にですね、必要なくなるわけですよ。計算のスピードなんかコンピューターが速いに決まってるわけだし、人間しかできなかったような複雑な要素を、含めた計算的なものも、もう AI の方が速くなっちゃうわけですよね。で、そんな時に人間が必要とされるスキルって何なんだよと。物事を本質的に考えられる能力だったりとか、あるいは人々とうまくコミュニケーションする、人間になることなんじゃないかなというふうに思います。つまり、そんな、要は、計算が速くなるテクニックとかですね、そういったものをですね、教えるような塾に通うよりはですね、もっとみんなと遊んでですね、仲良くなるスキルを身につけた方が全然いいんじゃないかなと思います。特にですね、僕、学習能力の低い、子供たちにですね、勉強を教えてもですね、伸びはほんとちっちゃいんですよね。能力高い人って伸びしろも大きいんですよ。いや、要は伸びし、クモン式やってることって伸びしろが小さい人に、なんか、フェイクで、ちょっと、学力がついたように見せるような感じのテクニックを教えてるに過ぎないんで、昔は役に立ったかもしれない。例えば工場のライン工だったり、スーパーのレジ打ちだったり、そういったものが速くなるようなスキルを教えるような塾で、昭和にはすごい役に立ったのかもしれないですけど、今の世の中ではあまり意味はないのかなというふうに思ってますんで、僕のこれは見解ですけれども、なんか子供たちに、なんか何習わせたらいいのかなんていうふうに思ってる、親御さんたちは、親の方々はですね、クモン式は行かなくていいのかなっていうふうに僕は思っております。別に
クモン式のネガティブキャンペーンをやりたいわけでもないし、なんかクモン式のライバルからお金をもらってるわけでも何でもありません。